桜の一覧では、桜の種を列記する。日本では、江戸時代までに栽培品種を含め300種を超える桜が存在していたとされ、現在では固有種を含んだ10類の基本の野生種をもとに、これらの変種以下の分類を合わせて100種類以上の自生種があり、さらに、これらから育成された栽培品種が200種あり、分類によっては600種を超えるとされる。 なお、群は、おおよそは節に相当する。また、以下のうちの野生種の項目には、種以外にも、種間雑種や、種の回分類レベルの変種や品種を含む。栽培品種は、ほとんどが、日本原産である。山桜に類する桜を、山桜群と呼ぶことがある。これには分類学上の種としての別種も含まれており、確定したものではない。 北米や西洋の分類法では、山桜、大島桜、大山桜、霞桜は、里桜と共にプルーネスセラロッタという一つの種にまとめられて分類される場合があり、里桜以外のそれらを日本語で山桜群として便宜的に呼ぶことがあるだけである。野生種は主に日本列島に分布し一部が朝鮮半島に分布する。葉が花と同時に開く。 代表種は山桜。ここでは、その一部を挙げる。野中の紅山桜、ハチスカ桜、江戸悲岸に類する、品種の桜の総称。野生種は、日本と日本から持ち込まれ、朝鮮半島にかけて分布するエドヒガン、江戸悲岸台湾に分布する、武者桜、中国に分布する、ピーチャンヤンニシス、イングラムの三系統があり、いずれも、額の下部に、 球状の膨らみがある。しだれ桜は、形の面白さから、多数の園芸品種が存在する。代表種は、江戸悲願。ここでは、その一部を挙げる。氷炭桜、三春滝桜、十月桜、豆桜、豆桜に類する品種の桜の総称。豆桜に類する系列と高根桜に類する、系列に大きく分けられる。 低木もしくは小高木で、実は黒く結実する。結国上重の小切り場が特徴。代表種は、豆桜。ここでは、その一部を挙げる。野生種主観雑種栽培品種熊谷桜野生種、長寿桜に類する品種の桜の総称。低木もしくは高低木で、多節地帯でよく見られる。し芝を作ると、目の部分が応変するという特徴がある。 代表種は、長寿桜。ここでは、その一部を挙げる。主観雑種寒飛桜に類する品種の桜の総称。中国の冬桜花、チベットのヒマラヤ桜などが、野生種にあたり、1月から3月にかけて、黄色の花を咲かせる。野生種の寒飛桜は、早咲きや、濃い花びらの特徴を持つため、日本では、栽培品種を開発する際の親として、 活用されている。代表種は寒飛桜。ここでは、その一部を挙げる。宮間桜に類する品種の桜の総称。野生種としては、中国南西部を中心に五種と、日本に一種分布しており、日本産のものは、中国産のものとは、別種と考えられている。低木、小高木、または、高木で、若木は、有毛のものが多い。代表種は、 宮間桜。ここでは、その一部を挙げる。カラミ桜に類する品種の桜の総称。東海桜中国南西部に7種が分布している。代表種はカラミ桜。ここでは、その一部を挙げる。桜の栽培品種の総称で、競技では、日本固有種の大島桜をもとに誕生した、栽培品種の品種群のこと。2014年に発表された、 森林総合研究所の215の栽培品種の DNA 解析結果により、日本の桜の栽培品種は、江戸悲岸から誕生したしだれ桜のように一つの野生の種から誕生した存在は稀で、多くが、大島桜に、山桜、大山桜、江戸悲岸霞桜、長寿桜、豆桜、寒飛桜、 などの多様な野生種が交雑して誕生した主観雑種であることが判明した。八重崎の八重桜の栽培品種の多くが、大島桜を元に開発された競技の里桜群である。ここでは、その一部を挙げる。ウコン魚以降塩釜菊桜県六園熊貝、犬桜、上水桜なども桜の名を持つが、花は小さく、果樹は創状につくので見かけは大きく異なる。 桜は、桜族桜族だが、これらは、桜族、上水桜族に含まれる。ありがとうございます。